中川達彦は日本の空手テ屋プロレスラー東京都出身空手家としては打撃武道和が園所属プロレスラーとしては王子狐空手軍所属2008年8月31日県会弁都渋谷クラブアトムクランチに出場しプロデビュー40歳でデビューしたため異名は史上最強中年であった2009年8月23日 東京、多摩長山情報教育センター多目的ホールにて行われた山本県一プロデュース TFC タイタンファイティングチャンピオンシップ号無差別級オープントーナメントにうなぎ憲法使いとして参戦。この時点での競技歴はキックボクシング1年、柔道6年、クランチ4回、ナイトキング1回、空手2回というものであった。2014年2月15日、空手や 上田明宏のインフルエンザによる欠場の代打として、プロレスリングヒートアップ、王子、バスメントモンスターにおける王子版石格闘技戦、プロレス対空手と名付けられた、石田晋也影山道夫戦に出場し、プロレス初登場。試合畑村の下段マーシュゲりで、石田から勝利。3月15日、プロレスリングヒートアップ、王子、 バスメントモンスター大会で、プロレス対空手第2弾として、石田信也とシングルマッチ。マフラーホールドで敗北。5月24日、プロレスリングヒートアップ、王子、バスメントモンスター大会で、相撲対空手として星タンゴ、星単語芝山紀役と対戦。竹村のランニングミドルキックで勝利。狐の町でもある、王子初の空手軍として、 王子空手テ軍の結成を表明したその後、2014年6月7日、コンボの、スバイダーマン危機一発マッチ。7月25日、小笠原道場、オストーム。8月20日、バトルエイド参戦。またヒートアップにおいても、竹村光一をパートナーに8月31日に、空手タイム宿として、荒井健一郎最古戦。十月二十五日に、ハードヒット対空手として、 服部健太岩本孔子戦11月23日に空手対名古屋として柴山キ屋竹島健二戦と相次いで組まれた総決算として12月13日に同門対決竹村光一戦も実現左ハイキックからのレフェリーストップにて敗れる2015年2月15日王子神谷シアターバビロンの流れのほとりにてで行われた ガツ島トーナメントに出場。一回戦で河原和也に勝利も、準決勝で松本総樹に敗れる。異語ガツ島の常連となり、7月には、ガツ島を主催する、シアタープロレス課長風月にも参戦。同年12月6日、沖縄初の刑事マッチ、ロックド ON 刑事インパクトでメインイベントを務めた。ムエタイキング2016年1月5日、 シアタープロレス課長風月祭と似にて、王子きつからけ軍、中川達彦が、所属選手となったことが発表される。所属初試合は、月島における倍戦互い、&、関ゆき子戦。ムエタイマシン軍の勧誘に遭い、一時は、ムエタイキング中川達彦なる覆面レスラーとなる。2016年5月に行われた、ムエタイ本物決定戦では名言こそないものの、 再び、ムエタイキングとして出場した。8月21日、東京、立川コロッセオで、元 K1 選手の内田のボルト、和式キックボクシングルールで対戦し、判定負け。10月15日、東京、立川コロッセオ、CMA カイザー、キングダムエアガイツにおいて、売りた構造と対戦も、判定負け。十一月十三日、東京、新宿フェイス。 ムエローク2016ホースで、ムエタイマシーン名義でビッグ、ラジャサクレックと対戦し勝利。12月4日、石川、ホテル金沢で行われた、侍暴れ祭り1藤田正幸引退試合において、北信幸を倒し暴れ祭り親自重量級王座を、初防衛。2017年1月25日、激闘心に大会にて、菅原陽里を飛びつき腕十字で破り、 第5代インターナショナルマーシャル王者となる。5月21日、キックボクシングゾーンのにおいて、ラウェイルールで、清水和馬と対戦。3R55 秒で TK を負け。7月23日、矢後義明、サイレンサーと共に、矢後軍、チームオーバーキルを結成。2018年11月発売の、週刊プロレス増刊、プロレスラー選手名館2019では、 課長風月所属選手から外されており、この年までに対談扱いとなっているが、オーバーキルとしての参戦は継続中。実定は、キックボクサーの紅投手なり、喧嘩を売ったことはないが、売られたら買うという若き日を過ごし、前線全勝だったという、兄弟喧嘩も負けたことがなく、その影響で紅は格闘技を始めた。40過ぎで、 プロ格闘技デビュー。ここで初めてきちんとキックや空手など格闘技の基本を学んだ。プロレスデビュー戦の相手はピンクタイガー争水戦。キックボクシング、ケージファイトで使用している孫子のリングネームは紅が冗談でつけたもの。ありがとうございます。